the minerals. Oh. This is 48 hours in Oita. Are you thinking of visiting Oita? This video will show you the major activities you can do and you can learn some Japanese along the way. Let's get started. まずは大分の湯布院ってところにあるフローラルビレッジっていうテーマパークに行ってきました。観光地を探すときはその県のガイドブックがあるから、それを見るとめちゃくちゃ助かりますよ。ここは街自体が綺麗だけど、いろいろアニメのグッズとかあってめっちゃ楽しかったから見てください。メインスーパータイニー、スーパータイニー、いやこれタオル、あ、うん、そうそう、Paper tether. George. You know, skin it. Huh? It's a coy. Hitomi Haruka. Pepper Rabbit. Peter Rabbit. Rabbit.Go to the places that it's on the magazine. Uh-huh. It's crowded. Oh yeah, I think so too. Right? Oh. Yeah, good. Hey, go. Damn it. 猫ってる。Ah, kawaii. Fortuna. Ah, that's Italian. That's Italian. Italian. Okay.うん、おー、サクセス。La bocca della verità. The mouth of truth. Oh, that's what in Italian? Italian. そうね。本当にすぐ近くに湯布院アミューズっていう場所があって、そこはいろんなもうガチャガチャがあって、多分し始めたらすぐお金なくなる場所。なるほど、サスケ。で、次はカフェデュオっていう 3D ラテアートのお店に行きました。ここは他に動画を作ったんで、まあ短く紹介しますが、詳しくはそっちの動画を見てください。お名前とかも書けますし、はい、おへそとかお尻の穴を書いてもいいので自由にしてください。ありがとうございます。ここはもう多分大分のことを調べているんだったら多分一番最初に出てくる場所かな。大分は火山の麓にあるから温泉がいっぱい出てます。で、運転していても湯気が右から左からいっぱい出てきてるのね。で、ここは入る温泉じゃなくて見る温泉で、海地獄っていうところがまずあって、入場料も安いんで絶対見に行ってください。 This thing. Oh, like they land on the... Oh yeah. Oh, Piranha Boss.Yeah. Hell emitting gas use greenhouse. Oh, cute. This looks like this belongs. My school had these. Yeah? Yeah. Hana kirin. Nate. Oh. I have a red.The minerals. Oh. ここで今からいろいろお土産を見せるんで、どれが一番欲しいか教えてください。おい。もう取りたい。コーヒー。ボロボロ
まあ結局親に青と赤の地獄ビールを買って、まあ喜んでました。美味しかったみたいです。What are you doing, Vida? Instagram. Instagram? Come on. I want to see it.卵の匂い。それで海地獄の隣に山地獄っていう場所があって、まあ、こっちも入場料払わないといけないんだけど、こっちはどっちかっていうと動物がメインで、カピバラだったりウサギだったりヤギだったりいろんな動物がいたんで、まあそっちも面白いです。あ、寒い。No, no, 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 not like that. You get the, you get the cup. No, it's stuck. It's stuck? We just fed capybara and it's going to be Instagram reel. So to watch it, follow us on Instagram. I want this guy. Small capybara. Small capybara.で、ここね、ひょうたん温泉。雑誌に載ってたから行きたかったんだけど、めちゃくちゃ人多くて、家族風呂はもう絶対入れなかったね。外国人がいっぱいいたから、英語、中国語、韓国語、日本語全部対応してた。温泉は入れなかったけど、外の足湯はタダだったから絶対入った方がいいです。So it's cooling now as it comes out. Feel me?それで結局真夜中に行った温泉がここ。日本語難しいかもしれないけど聞いてみて、わかるかな。入られます。鏡の横にこちらコインボックスがあります。コインを入れていただきますとお湯が自動で出て止まるんですけれど、源泉のみの熱いお湯のみしか出ませんので、道理の、はい、そうです、はい、お湯でちょっとお願いいたします。55分間で10分前になりましたらこちらからお願いしてください。そちら階段になります。右の一番奥ですね。はい、どうぞ。じゃあ僕たちはエレンがまだ慣れてないところがあるから、いつもプライベートな家族風呂を使っています。ここはね、真夜中だったからあんま見えなかったけど、お昼に行くのが絶対おすすめです。あ、痛い。痛くない？痛くない？ That means that you're ダダ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 。はい、有名な食べ物のことをグルメって日本語で言うんだけど、大分のグルメは鶏天と琉球丼らしくて、ここが琉球丼の発祥の地らしいです。これ琉球と鶏天が有名。
琉球丼は好き嫌い分かれるけど、鳥天は絶対みんな好きだと思う。Do you like it? You don't like it? Not so much. Turn it. Turn it. Turn it.次はね、このアフリカンサファリ、こっちは長い動画を作ったんで、そっちで詳しく見てほしいんですけど、Where we are now? Where we are? We go drive here and then you can see another part. だいたい朝11時ぐらいまでに行けばサファリのバスで回れます。サファリのバスがいっぱいでも普通に車で行けるんで、車で行っても楽しいです。普通の車で行ったら一周してもまたもう一回行ってもう一回行ってって何回も回れるから、僕らは2回回りましたね。一周目は動画を撮って、二周目はもう普通に楽しむだけ。もう動物を引くかどうか心配でゆっくり車で回りました。I just want to pet them. They're stealing. かわいくない。かわいいよ。行きましょう。最後はね、進撃の巨人の銅像を見に行きました。こっちは短い動画を作ったんで、このリンク先の動画を見てください。はい。Watch this video next.